はい、今日の企画は稲坂クリエイティブディレクターのカラーをさせていただきます。今この毛先だいぶブリーチかかってるんですけど、根元がね結構暗いんですよ。まずそこにリタッチでブリーチからさせていただきます。ブリーチ終わりました。今からオンカラーっていうのをさせていただきます。 TikTok でスモーキーブルーっていうカラーがめちゃめちゃ多いんですよ。まあそれ結構ね暗めに沈めるんですけど、まあ色持ちもよく、抜けた後もめちゃめちゃ綺麗です。まあぜひねこの夏皆さんおすすめなんで、ルーストに来てしてみてください。じゃあちょっと今から塗っていきます。いきます。はい。最近ね新しいカラー剤をちょっと導入して、すごいでしょこんなピンク。すごいピンクやな。でも実際こんな色が出るわけじゃないんで、ちょっと楽しみにしておいてください。なったよ。ちょっと目がつきましたね。実は今もう夜中の3時です。はい。どういう嘘なの。ローキ行かれるやつやでさ。ラー君のほんまに聞いてない時の相槌のモノマネ。ほうほう。やばい、この人これ落とし入れとる。この人大正解です。遊んでる。あ、でもマイブームあるかもしれない。何？家の前でトレーニングする。めっちゃ気持ちいい。何を目指しても。家の前で手押し車って言って、足持ってもらって手で歩くやつあるんですけど。そんな人誰に持ってもらってんの？彼女。さすが亀田光希さん。この間あのこの間誰と戦ったの？この間ね、天心君。大工もようやった言うことある。やばい、一緒カットする。そんなしゃくれてないと思うから。それだけ全然普通にしてたら顎出てないんですけど、出したらめっちゃ出るんですよ。ほんまや、ほんまや。新幹線やん。新幹線みたいな光。新幹線ぐらいを前で出たら今下が今すぐにね。顎の骨の関節おかしいんですよ。口腔鏡の話しかない。口腔鏡。ほんまや、すごいな。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。スモーキーブルーというカラーをさせていただいたんですけど、ちょっとね次分かりにくい、結構暗めなんでね、黒なんちゃうかなと思うかもしれないですけど、これが今めちゃめちゃ今流行ってます。もう大満足やね。あー、よかった。ルーストカラーも自信あるんで、ぜひ皆さんお越しください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。